アニメーションは動画とも呼ばれ、コマ取りなどによって複数の静止画像により動きを作る技術。連続して変化する絵や物により発生する加減運動を利用した映像手法である。略語はアニメ。10フレーム。秒のアニメーション上のアニメーションは、この6種のコマで構成されるアニメーションは、ラテン語で霊魂を意味するアニマに由来しており、生命のない。 動かないものに命を与えて動かすことを意味する。映画が誕生し、フィルム上に一枚ずつ描画して、動きを表現していたものを実写特別して、アニメーテッドカートゥーンと称していたが、やがて、アニメーションと呼ぶようになった。明治期末に、国外から短編アニメーションが輸入、上映され、デコ防震画像と題されて公開された。これが、 最初のアニメーションの日本語を訳ともみなされる。黎明期の国産アニメ第1号としては長く、映画雑誌、キネマレコード1917年7月号に、天然食活動写真株式会社が、東京、浅草のキネマクラブで、同年1月に上演したとの記述があり、作品名は、芋川無垢三元看板の巻の可能性が高いと、されてきた。これに対して、 ドイツの研究者が、同作品の公開は4月で、あまれかつで下川が制作した、デコボーシンガジョ名案の失敗が1917年2月、初旬上映で先行するとの移説を提起。さらにアニメ史研究家の渡辺康氏らが、活動写真雑誌1917年3月号に、同年1月に、下川作、デコボーシンガジョウイモジョイカリの巻が封切られたとある。 ことを指摘したが、フィルム現物や他の記録が未発見なため、未だに確定していない。アニメの主流である、商業用、セルアニメーションは、映画の場合は、漫画映画、テレビの場合は、テレビ漫画と呼ばれていたが、今日では、アニメーションをそのままカタカナに訳した、アニメーション、略して、アニメと呼ばれている。動画は、日本最初期のアニメーション制作専門会社である、 日本動画株式会社設立に加わったアニメーターの正岡健造による提唱でアニメーションの日本語訳として使われ、その後もアニメーション業界団体が多数加盟している。社団法人日本動画協会や制作工程での原画、動画としてなどにも使われている。さらに遡ると、線画、漫画、奏画という故障があったという。映画のクレジット等の記録では、 1930年代は、線画がほとんどであった。線画の概念には、線による画という意味があり、実写映画に使われる地図、グラフや図表などを意味することがあった。スタッフは、アニメーションだけでなく、地図、グラフや表、字幕なども描くことがあった。1940年代は、線画と動画が混在し、第二次世界大戦後は、 ほとんど動画が使われるようになった。1943年のアニメーション入りの実写映画、日本万歳では、線画が使われている。同年のフルアニメーション映画、雲とチューリップでは、動画がクレジットに使用され、制作は、松竹動画研究所となっている。1944年、それまで、線画を使用していた朝日映画社も、福ちゃんの潜水艦で、 動画のクレジットを入れる。1947年、日本動画社が設立。制作された、捨て猫虎トラちゃんでも、動画が、クレジットとして使われた。1948年7月5日の参議院、労働委員会で、東方の労働問題に関する報告の中で、動画が使用されている。1960年代から1980年代頃までは、 アニメーション映画工業の東映漫画祭りやテレビアニメの漫画日本昔話など漫画が使われている。当時の世代の人は今でもアニメのことを漫画映画、テレビ漫画、t v 漫画と呼ぶことがある。また主題歌 CD 集などでは2000年代においても現行作品を指してアニメーションと特撮を一括してテレビ漫画と呼ぶ事例もある。 1980年代以降は、テレビや映画などの映像物である動画のアニメと印刷物など、静止画の漫画は区別されて故障されるようになり、アニメーションを漫画とする要例は衰退していった。詳細は各記事を参照。日本においては、毎年制作されるアニメーションのほとんどがセルアニメに分類される。他は、 その使用する素材によって区分され、人形アニメ、ペーパーアニメ、切り抜きアニメ、シルエットアニメ、千代紙アニメ、ピンボードアニメ、クレイアニメ、CG アニメなどがある。なお現在セルアニメは、制作工程のデジタル化により同様の映像効果を得るのにセルを使用せずに制作されている。蒸気のほか、油絵、黒板に、チョークで描いた。 岩に描いた絵などをコマ取りするなどの様々な手法がある。蒸気のほか砂や系統を置いて作った絵や、平面に貼り付けた粘土をコマ取りするなど、様々な技法が存在する。ありがとうございます。